どうも、トモヤンテニスチャンネルトモヤンです。 MJ です。今回は、千葉県ですね、はい、千葉県まで来させてもらいました。こちらで、日本一と言っては過言ではない、社会人サークルアレスさんに、体験入部ということで練習させていただくかなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほども紹介させていただきましたが、日本一、社会人の中で、練習されてて、日本一の、まあ、試合とかも出られてて、そうです ね、はい、戦績とかもちょこちょこ僕、はい、インスタグラムで見させていただいているので、はい、優勝だったりとか、そうですね、いろんな成績もございますので、何か紹介があればよろしくお願いします。はい、社会人テニスサークルで、やってるアレスという形なんですが、私たちは練習はですね、そんなにこうみんなで集まってすることはできないんですけど、まあ、大きい草トーナメントとかですね、みんな試合にこう積極的に参加して、こう上位で、なるべく入賞できるように日々頑張っています。はい、ありがとうございます。じゃあ僕たちも負けずに負けないように頑張りたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、練習、入れていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ストローク、ボレー、サーブからとかもいろいろアップさせていただいたんで、なかなかレベルの高い環境でやらせていただいたかなと思います。僕たち京都なんですけど、京都でもそんなにね、こんなに全員がこのレベルでできるっていうのはなかなかないですね。難しいですよね。はい、なかなか環境がない、はい、よかったと思います。で、アレスの皆さん、はい、服装が皆さんお揃いということで、はい、はい、これチームのこれがマークなんです。はいはいはい、はい、で後ろもこんな感じで、あ、アレスって書いてあるんですね、はい。試合に出るとき、外に出るときとかに、はいはい、みんなにこうちょっと周知してもらうために、はいはいはい、こうみんなでこうちょっとチームあのウェア合わせて、うん、みんなでこう出てこう、みんなこのメンバーがこう試合で上位に勝ってるんだよっていうのをちょっとみんなに見せたいなと思って、はい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 、こうみんなで作って、なるほどなるほど、はい、これで練習して試合に出るっていう、はいはいはい、これもし動画見られた方とかが、はい、アレスに入りたいなとかなったら どうしたらいいんですかね、これ。なんか、あ、なるほど、ちょっと練習行きたいなとか、いいんですかね。そうですね、まあ、直接こう連絡をいただいたりとかして、インスタグラムとかで、そうですね、インスタグラム、フェイスブックでいただいたりとかして、はいはいはい、で、一応、まあ、セレクションがあるわけじゃないんですけど、なるほどなるほど、こうそういうなんかこうちょっとチェチェっていうのがあるんですね。はい、なるほど、こうちょっとあの、はい、僕ではないんですけど、他の人と話をしてみたいな形になって、わかりました。はい、はい、まあ練習とかは多分できると思うんで、はいはい、わかりました。いつもこういう環境でインドアなんでね、雨も大丈夫だと思います。はい、また何か機会があれば、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。